はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国恋姫オンライン応援紳士やっていきます。ということで、アップデートが来て、ついにね、戦況鬼ヶ島編来ましたということで、前のやつが確か自分がやったのが多分8月ぐらい、夏やったと思うよな。だから4ヶ月ぶりの、まあ、本編ということで、いや、ようやくかと。いやー、首を長くして待っていたわけですが、まあ今年中に来てくれたから、それは良かったかな、前も言ったけど。うん。まあということで、まあお知らせも、いくつか来てるんで、早速読んでいきましょう。メンテナンス終了のお知らせ、戦況鬼ヶ島編41、42の追加、遠征イベントの開催、復刻限定ガチャの開始、優勝限定1人1回星5確定ガチャの開始で、ゲーム内調整がいろいろ入ってますね。撃退戦の調整がいろいろ入ってます。で、スキル突破武将も、入ってます。まあ詳しくは多分見ます。で、恋姫ガチャ、チケットガチャに、ニコちゃんが入りましたと。で、よろずやの姫小石かなに新しいのが増えたらしいです。はい。で、あとは、41章以降及び今後の追加ボイスにおいて夕霧ちゃんの CV 変更。へえ、そうなんや。まあなんか、まああったんかな。うん、まあ大人の事情っていうのが。そうかそうか、CV 変更するんや。あー、そうかそうか、ちょっと楽しみやな。ちょっと今後夕霧ちゃんが出てくることがあれば、うん、ちょっと楽しみやね。で、連合戦も、はい、第16回の連合戦が、9日から始まりますと。期間はこんな感じ。はい、まあいつも通りかな。はい。で、優勝限定1人1回星5確定ガチャ、ピックアップが、通常の咲夜さんかな、防御タイプのになっております。7日水曜から14日水曜の13時59分までということで、まあまあまあ防御タイプとしても結構いいキャラなんで、まあ持ってない、狙いたい方はぜひと。で、スキル突破武将追加、今ピックアップ来てる咲夜さんと葵ちゃんと三日月ちゃんが来てますよと。そうか、咲夜さんスキルレベル上がんのか。うん、あー、あ、継続回復永続になるんや。いいですね。で、あとは葵ちゃんと、うん、こんな感じ、うん、こんな感じね。で、三日月ちゃんこんな感じと。そうかそうか、咲夜さん咲夜さんは自分もまあお世話にはなってるんで、いいですね。はい。で、復刻限定ガチャが奉行所は大社の色やったっけ、トウコさんがね出てくるやつ、まあ、警察官イベントみたいなやつやったかな。うん、のピックアップガチャと、あとは、あー、メイドのやつかの、ピックアップが来てます。で、はいはいはい、イベント復興ガチャ、町奉行で、この3人が来て、で、春日山メイドの、この3人も来てますと。おっとっと。で、あとはまあ遠征イベント、開催しますと。まあこれもいつも通りですね。7日から14日まで、やりますと。今日はこれやな、戦況鬼ヶ島編解放ということで、あらすじ、海に消えたはずの島カブラル、そしてコエリョだが、このこれタンこのショーには続きがあったと。いやー、あれさ、まあだいぶかいつまんで言うと、まあ、船がナンパして、着いた島がまあ浦島と呼ばれる、まあ夢の島みたいな感じの島やったんやけど、まあ決してそんな島じゃなくて、
このカブラルってやつが今までナンパ人たちをまあ住まわしてたのには理由があって、まあなんか奴隷としてなんかナンパに送ってたみたいな感じで、まあそれを止めるためにまあカブラルを倒し、でカブラルが倒されたことによりその島が沈み始めって時で、でさあみんなで脱出しようって思ったら、まあコエリョさんの犠牲、俺未だにちょっとあのコエリョさんの犠牲には納得いかんねやけど、まあまあコエリョさんが犠牲になってしまってって感じやな。でコエリョさん、カブラル、浦島はまあ沈みましたと、なんかそんな感じで終わったかな。うん、で次、戦況鬼ヶ島編ということで、いやーどんなあれになるんかな。でログインボーナスでスタミナがもらえますね、3日間。はい、で各費500やから全部で1500スタミナもらえるのかな。うん、結構配ってる。であとはまあ限定パックかなも売ってますと。撃退戦開始します。期間はこんな感じになってます。まあこの辺もまあ大体いつも通りやと思うんで飛ばします。はい、で撃退戦の不具合があったらしいです。はい、これも各自読んでいてください。ということで、いやー楽しみ。うん、ついに来たって感じなんで。あ、物語か。うんうん、いや思いっきりコエリョさんやんやっぱこれコエリョさん出てくるってことなんちゃうの。なんかあんなだって簡単にやられるキャラじゃなさそうやったでさ、明らかにちょっと出てきただけでね。な、戦況浦島のちょっとだけで終わるキャラじゃねえと思うから、多分何かしら、まだ出てくるとは思うんやけどって感じかな。とりあえず8話まであるんで、まあいつも通り半分ですね、半分今回は読もうかなっていう感じになります。ということで、第1話早速いきましょう。いや久々の感じフランシスコ・カブラル、あ、悪魔と手を結んだあなたを異端と認定し、ガスパール・コエルの名において破門にいたします。そやな、本編ってフルボイスやから俺読まんくていいんやな、あんまり。覚悟キャー、え、こんなシーンやったっけ。あれ、なんかお前もっとあっさりやられやんかったっけ。このような悪魔の力に神より与えられた私の力が破れるなど。あれ、これあれかな、なんかケンスケ君たちを先に生かしたその後みたいな。神よ、使命を果たせぬまま果てる私をお許しください。そしてどうか我が志を受け継ぐ者にあなたのご加護。うわ、これ鬼にされるとかか。うん、この体も悪かはねえな。何よりこいつの受けた勅命があれば。うわこれ多分コエルさんの体の中入ったやろ。この声ちょっとコエルさんっぽかったもんな。ならば再び向かうとしようか。あー、乗り移ったんか。あの美しくもおぞましき黄金の国へ。黄金の国って言ったらやっぱその日本、ジパングか。あー、これほんでコイルさんたちが攻めてくるってことか。そういう感じなんかな。いやー、ちょっと怖いな。おー、浦島の戦いから一夜が明けて、俺たちを乗せたクオンの船団はようやく本土、伊勢の大港へと戻ってきてた。ケイスケ様、日の元の町なんてなんだかすごく久しぶりに見た気がします。あー、確かにずっとなんか南蛮っぽい町並みやったもんな。ずっと浦島の町並みだったもんな。時間にすればそれこそ一月も経ってないはずなのに、あの南蛮の町並みに慣れた身からすると、
この日本の景色は随分と懐かしい気がしてくるんだから不思議だよな。あれ1ヶ月ぐらいもおらへんかったんや。一月も経ってない。そんなもんなんや。じいちゃんずるいよ。私たちずっと洞窟暮らしだったから、南蛮の街並みってほとんど見てないんだよ。ああそうか、ひよこちゃんと誰だ、姫野ちゃんと、あとはしのちゃんもか、もう洞窟におったんやったかな。ああ、あ浦島の話はまたしてあげるから。それ浦島の話したら余計なんか羨ましがらん。話と本当に見るのじゃ全然違うよ。なんかひよちゃん超久しぶりな気するな。あのコロちゃんもか、なんかこの二人めっちゃ久しぶりな気する。なんかの機会に見られることもあるさ。それよりしのたちは、私は街並みの懐かしさよりもあただゆっくり寝たいです。まあ慌ただしかったやろうしな、だいぶ。それと欲を言えばお風呂にも入れれば。ひよたち別荘隊はずっと洞窟暮らしだったし、シノに至っては脱出後の移動中もずっと船酔いで、なおのこと休めてないもんな。あーそっかそういえばシノちゃん、最初なんか佐竹さん助けに行くとかやったっけ、あの船乗ったんで。まあそのナンパする前シノちゃんやばかったもんなケンスケくんに会えやんくらいやばかったからな、船酔いそりゃそうよな。とはいえ、うん、浦島の民の受け入れもありますから、ゆっくりばかりもしていられませんか。クオン、なんとかならない。タマル城で休息を取れるよう手はずは整えてある。おう、島の民の受け入れもこちらで差配するゆえ、お前たちはまず体を休めるがいい。いや、やっぱさすがやな。おお、クオン様、感謝いたします。しのちゃんがクオンちゃんにこんな感謝することなかなかないよな。なら、しのたちはそれでいいとして、いやそうよな、エイリカちゃん。まあ、その自分の姉のように慕ってたコイロさんが目の前でね、うん、沈んでって、でまあ沈んでくっていうか、まあさっきのが多分あのまあ多分け何コイルさん乗っ取られたと思うんやけど、いやつれーなこれ。うん、あとはエーリカだよな。沈みゆく浦島を脱出するときに再会したばかりのコイルさんを目の前で失って、まあだからもうエーリカちゃんとかケンスケ君たちのまあ、記憶というか、まあ、最後の光景はまあみんなをかばって島と共に沈んでったコイルさんっていう感じやもんな。その思いはヒオやシノみたいにすぐに癒せるようなものじゃないはずだ。俺だって忘れられない人たちはいっぱいいるもんな。ハニー、エーリカさんは私たちにお任せを。ああ悪い、しばらくは二人に任せるよ。宝鏡人同士なら少しは気を楽にできるかもしれないしな。そして俺たちは疲れ切った体を癒すため、織田家の伊勢支配の拠点タマル城へと向かうのだった。なんか逆に宝鏡人やからなんか思い出すとか大丈夫かな。まあでも話がちゃんとわかるからまだいいんかな。ありがとう、俺たちを助けてくれて。それは俺たちが浦島を脱出してすぐのこと。あやから、これはさっきのシーンよりかは前ってことか。うん、クオンの船に移った俺たちの目の前で沈んでいくのは激しい嵐で、火事も帆柱も失い、航行能力のほぼ全てを失ったあの畑船だった。あー最初に乗ってきたやつか。どうか海の底で安らかに。ならばケンスケあの脱出に使った南蛮船はひとまず我らの指揮下において良いのだな。
コエロス隊が命を賭して送り出してくれたアタケ部には限界だったけど、それ以外の脱出船はほぼ健在。その中には浦島の隠し港から持ち出した南蛮様式の大型船も含まれている。拾った船をどうすればいいかは知らないけど、少なくとも、素性が分かるまではいいんじゃない？十分だ。うん。そんなクオンの瞳は新しいおもちゃを与えられた子供のようにキラキラと輝いている。多分鉄砲を初めて見た時もこんな感じだったんだろう。あー、ここはちょっとそう、原作っていうかね、なんかなんていうやろ、静止の方の織田信長もこういうなんか海外から来たもんとか新しいもの好きみたいな、なんかよう聞くよな。うん。好奇心モードのモード全開のクオンを見るのも久しぶりだな。クオンにまた会えて本当によかった。いや、クオンちゃんもだいぶ久しぶりよな。うん。クオン、お、新しい玩具が手に入って嬉しいのはわかるけど、あ、普通に玩具でいいか。その辺は他のことをちゃんとしてからね。ああ。分かっている。ユイナ、やっぱり鉄砲を初めて見た時も、そういうこと。まあそうやろうな。ソモ、南蛮船は玩具ではないぞ。これに使われた技術が分かれば、日の本でも同じ船やもっと優れた船が作れるかもしれんだろう。まあまあまあ、そういうことにしとこうか。それはクオンが直接しなきゃいけないことじゃないでしょ。伊勢の船大工に任せておきなさいな。言い返せへんもんな、これは。何がムムムよ。まあいい。ケンスケ、まずはここに至るまでの話を聞かせてくれ。南蛮船の解明はその後だ。そのお話、あ、私も同席させていただいても？銀行、大体の話は俺も聞いてるから無理しなくても大丈夫だよ。いえ、私の口から語らせてほしいのです。コエリョ様の意思を受け継ぐためにも。誰の目にも明らかなほどに憔悴しきってるエイリカだけど、その瞳の色だけは意志の強さを保ったままで。であるか。それきり黙ったままのエイリカにクオンもそうつぶやくしかないのだった。あー、天主教の裏切り者がそのようなこと。ああ、そうか、そもそもあいつカブラルは 裏切り者か。ああ、大港に向けて移動を始めたアタケ船の、船蔵でエーリカから事のあらましを聞いたクオンは小さくため息を一つ。フランシスコ・カブラルのしたことは、到底許されることではありません。ですが、それ以上は言わずともよい。確かにカブラルとやらの行いは万死に値するが。ですが。言わずともよいと言った、金冠よ。日の本の坊主どもにも破壊や生臭は少なくない。カブラル何がしがしたよりもおぞましいことを平然と行う者とている。そしてお前やケンスケを救ってくれたコエリョのごとき者もな。クオン様。だが、かばい立てをするのは一度だけだ。二度目はないこと、留め置くがよい。十分です、クオン様。感謝いたします。エリカ？エリカさん？緊張の糸が切れたのだろう。うん。梅、ひとまずエリカを休ませてやれ。いや、本当にエリカちゃんにとってはもう起伏の激しいというか、まあいろいろあったやろでな。うん。かしこまりましたわ。お前たちも疲れているだろうが、金冠の話でわからんところは改めて聞かせてもらうぞ。ケンスケ。
ああ、そこは任してくれ。梅や久遠付きの、女官たちが倒れたエーリカを連れ出すのを見届けて、俺と雫は改めて浦島での出来事を語り始めるのだった。あー、なるほどな。いや、エーリカちゃん心配やな、だいぶあれ。うわ、ケンスク、取ったの？クオンへの説明も一通り終わって、俺が訪れたのは、船室として区切られた船蔵の一角だった。恋とササラがここにいるって聞いたんだけど、会えそう？ちょっと待っててね。ヤエたちと一緒にいたユイナはそう言うと、船室の奥、布で仕切られて入り口からは見えないエリアへと去っていく。なるほど、ああいう気遣いはユイナならではだよな。シノが船酔いで寝込んだ時もああすればよかった。そうだ姫野、シノやエーリカはここじゃないの？あの二人ならさっき梅が隣の部屋に連れてったけど、今は行かない方がいいんじゃない？ああやって布で仕切ってあるなら廊下から話すよりかはいいかなって思ったんだけど。相変わらず分かってないね女心。ケンスケが心配してたのはちゃんと伝えといてあげるから、伊勢まではほっといた方がいいよ。うちも姫のんに賛成。そっか、了解。ケンスケ、二人の準備ができたから入っていいわよ。お。あ、ケンスケ様、こんな格好ですみません。ユイナに通された先で布団から慌てて身を起こそうとしたのはどっかやつれ気味の恋だった。まあでもあれか、懇人千里使ってくれたんやったっけ確か。それで多分だいぶ体疲れてるみたいな感じか。いや、そのまま横になってて。今回俺たちの捜索で力を尽くしてくれたって聞いたから、そのお礼が言いたくてさ。俺たちが行方不明になった後、恋は千里眼のお家流懇人千里を駆使してこの大海原の捜索をしてくれたのだという。いや、よっぽど、いや、かなりしんどいはずよな。なんか言ってたもんな、かなり便利やけど使ったら結構疲れるみたいな言ってて、それを大海原で使ってくれたわけやでな。クオン様の口利きで伊勢の進歩をお借りすることもできましたし、私にできることをしただけですから。というか懇人千里よりも、そうなんや、船酔いの方が厳しくてですね。あー、武田の子らはやっぱあんま船とか乗らんか。あー、慣れないうちはね。特に海は山国だから、この手の海の船に乗る機会だって少ないだろうし、ほぼないやろうな。それもありますけど、懇人千里で見える視界と船の揺れ方が違うのがかなり。あー、なるほどな、 3D 酔いみたいな感じか。そっちか、本当に頑張ってくれたんだな、ありがとう。ケンスケ、頑張ったのって恋だけじゃないかんね。そして部屋の奥で寝込んでたのは恋だけじゃなかった。分かってるよ、ササラも篠たちを守ってくれてありがとう。そう、ササラさんのお家流っていうかな、のなんか幻を見せるやつのおかげで、なんか洞窟がただの岩の壁に見えてて、だから鬼たちに気づかれやんかったみたいな、なんか言ってたよな。それのおかげはだいぶあるから浦島の洞窟に隠れてた篠たちが鬼に見つからずに済んだのも、カブラルたちとの決戦で戦い抜けたのも、ササラが幻のお家流を駆使して頑張ってくれたからだ。まあだからほぼ毎日というかもう毎秒よな、多分
その洞窟の時は使ってたはずやから、だいぶしんどいはずよな。必要なことですから下までですが、あやはり鬼だった頃のようにはいきませんね。鬼やった頃の方がまあ強かったわけや。まあ鬼だった頃のササラの現実はめちゃくちゃだったもんな。それこそあの頃のササラなら幻の兵を駆使して浦島を制圧することだってできたんじゃないだろうか。いやできたやろあん時の幻の兵やばかったでななんぼでも生み出せるから、うん、それにしばらくはその幻さえ出せそうになりません。そうなんや。もし体調が厳しいようなら伊勢か美濃に残る？ケンスケ、星さんを置いてくつもり？そんなつもりはないけど、今回の件でかなり無理を察したからさ、俺としてはできればエイリカも残ってほしいんだよな。酒井への報告もあるだろうし、何よりあんなに憔悴したまま東北への旅を強いてもきっといい結果にはならないだろう。でまた小色さん出てきそうやもんな。ほんであれ、あんまり合わせたくないよな、あの小色さんには。ケンスケ様の監視は必要ないと？俺を裏切るつもりならカブラルと合流した時点で何かしてるだろう。それにここまで力を尽くしてシノたちを守ってくれたんだ。そんな彼女が今更俺に、本意があるとは思えない。それは俺の言葉にササラは静かに目を伏せて、まあそもそもやる意味がないもんな。まあ何かを考えているかもしれやんけどさ。ならササラは残る気はないと。この後も船旅と聞いていますし、あその間に休めば問題ありませんから。なるほど。そうだよ、星さん置いてかないで。うちもちゃんとお世話するから。野良犬みたいに言うな。ですってケンスケ、そこまで言うなら船の中で様子見させてもらうよ。もし無理してるようなら駿河でも相模でも八重と一緒にそこで残るか引き返してもらうからな。少なくとも連合圏内なら事情を話せば、養生なり堺に送り返すなりできるだろうし。はい、もちろんそれで構いません。よかったね、おっさんこれもややのおかげですね。恋はゆっくり休んでくれよ。私は同行できる自信がないので遠慮なくそうさせてもらいます。恋の件はこっちでうまくやっておくから任せておきなさい。お？その時だった。船蔵を仕切る戸が小さくノックされたのは、あの、お隣からケンスケ殿のお話が聞こえたのですが。ケンスケ様、ケンスケ様。畑船の中でのことを思い出した俺が我に返ったのは、ヒヨからかけられた声のせいで、これは今か。うん、さっきのはまあ回想やでな。ああ、どうかした？ヒヨ。タマル城に行く準備できたそうですよ。そっか、了解。結局、船の中の話し合いでササラとエリカは無理をしないという条件でそのまま同行してくれることになった。あーだから今のは多分私も行きますみたいな感じを言ってきたんかな。まあ無理しやんならいいよみたいな。いろいろ思いがあるのはわかるけど、みんな働きすぎじゃないか。ケンスケ様おう、タマル城だよな、行くってば。ケンスケ様も東北のことが心配なのはわかりますけど、しばらくお休みした方がいいんじゃないですか。俺もそうしたいのは山々なんだけどな。なあヒヨ。何ですか。
俺ってもしかして働きすぎ？もうずっとそうやろ。それはずっとやで。うん、もうこのちょっと反応で分かってほしいんやけど、ぽつりと口にしたその問いにヒヨとチーが見せた表情は、多分ケンスケ君がみんなのことを心配するのは分かんねやけど、でも申し訳ないけど多分一番無理しとんのケンスケ君やでな。オッケー。でまああんな感じか。でも1話の最初がもうねえ、だってもう絶対コイルさんと戦うやん。てかもうおるし、これあれかな、コイルさんそのまあ鬼になっちゃうけど重複して仲間になるみたいな感じになるんかな。それやったらまあ嬉しいっていうか、まあね、コイルさんは一応生きてるってことになるしええと思うけど、いやーまあ戦うことにはなるやろうな、体乗っ取ってたっぽいし。そうかそうか、なるほどね。ということで、今回はここまでですね。まあ大まかなあらすじっていうか、まあ前回こんなんでしたよってやつのまあ深掘りとかがまあ思いやったんで、まあまあまあ進んだ点がそんなにないけど、あーでも大きい点としてはそのコエリョさんが多分鬼になっちゃった、そのカブラルになんか乗っ取られたみたいな、なってたから、そこぐらいやな。それがどう、まあ、多分戦況逃がしま編ではそこのコエルさんと戦うみたいな感じにはなると思うんで、いやどういう感じになっていくんですかね今後。まあ今はまだ42話でしかないけど、まあ追加されていくのを楽しみにしましょう。ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。